リバポ公式、遠藤は、絶対残留する。遠藤は昨シーズン、ユルゲン・クロップ監督の下で、貴重な選手であることを証明した。しかし、アルネ・スロットの加入により、クラブ内での彼の地位は変わったようだ。リバプールのジャーナリスト、デビッド・リンチによれば、遠藤はマージーサイドに泊まり、チーム内での自分の地位のために戦い続けることに満足しているという。彼はアンフィールドでプレーするという夢を1シーズンで諦めたくないとリンチは付け加えた。私の理解では、リバプールは遠藤のポジションの補強を模索しているが、遠藤は依然としてリバプールに泊まり、自分のポジションのために戦うと固く決意している。これが聞ければ大丈夫。さすが日本のキャプテン。前から外野のことは気にしてなかった。遠藤はまだまだ発展途上だよ。プレミアの激しい攻防戦は厳しいところあるけど、まだいけるよ。移籍してもつまらんわ。プレミアで頑張ってくれ。もう1年見れれば十分じゃね。日本人がリバプールでやれるっていう前例をしっかり固めてほしい。次の補強も日本人だ。的な流れを期待します。簡単にはそうならんけど。レジェンド頼んだぞ。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルではサッカーネタを毎日投稿しています。ぜひチェックしてね。